ゲイリー・バーローは、イギリスの歌手、ピアニスト、作詞作曲家、プロデューサー。イギリスの男性グループ、テイク・ザットのメンバーであり、リアリティ音楽オーディション番組 X ファクターの審査員も務めている。イギリスで最も成功した作詞作曲家の一人で、ソロミュージシャンとして2枚のナンバーワンシングルと1枚のナンバーワンアルバムを、テイク・ザットとして16枚のトップ5シングル、11枚の ナンバーワンシングル、7枚のナンバーワンアルバムを世に送り出している。onepol.com が行った一般投票にて、ビートルズのジョン・レノンとポール・マッカートニーを抑えて、UK の偉大なソングライターの1位に選ばれた。チェシャーで生まれたバーローは、15歳の時に、BBC ペブル、ミル・アット・ワンという BBC 主催のコンテストで、 レッツプレイフォークリスマスという曲を歌い出場する。そのコンテストで準決勝まで進んだ。バーローは、ロンドンにあるウェルスヒーススタジオで、レコーディングができるチャンスをもらう。これを機に、バーローは、クラブなどで、カバー曲や、自身の曲をパフォーマンスするようになる。1990年、18歳の時には、カーティスラッシュという名前で、ラブ・イ e Is In t h をリリース。しかし、この曲は、 ヒットには至らなかった。この時に、有名なマネージャーであるナイジェル・マーティン・スミスの目に留まり、テイクザットを結成する。バーローは、テイクザットのメンバーとして有名ではあったが、音楽家としての才能も見出されていた。テイクザットの曲のほとんどは彼によって書かれたものである。テイクザットのメンバーは、バーロー、ジェイソン・オレンジ、マーク・オーエン、ハワード・ドナルド、ロビー・ウィリアムズの5人である。 RCA レコードと契約し、1990年代には8曲の UK チャートナンバー1シングルをリリースしている。そして、ほとんどの曲でバーローがメインボーカルであった。1992年から1996年の間に4枚のアルバムをリリースしている。デビューアルバムはテ t クザットパーティである。その次の年にはエブリシングチェンジズをリリース。3枚目のアルバム。 ノーバディエルスはテイクザット最後のスタジオアルバムとなるそしてベスト版エ g グレイテストヒッツコレクションが1996年にリリースされた。他のメンバーがメインボーカルを担当することをバーローは嫌ったという噂がある。この噂を支持する証拠はないが事実ボーカルを担当するはずだったメンバーが急遽バーローに変わるということがあった。例えばリライトマイファイアの メインボーカルはロビー・ウィリアムズが担当する予定であったが、急遽バーローに変わったということがある。作曲家としても有名であり、UK チャート1位。また、アメリカでもトップ10にランクインしたバックフォーグッドやエブリシング・チェンジズを作曲した。バックフォーグッドをリリースした際、ビージーズのメンバー、バリー・ギブがこの曲の作詞をする代わりにテイクザットがビージーズのヒット曲、愛は、 きらめきの中にをカバーするように交渉が行われたとメディアが報道した。2001年に同じくビージーズのメンバー、ロビン・ギブがこの情報は嘘であり、バリーが作詞をした事実は一切ないことを発表した。テイクザット解散後、1996年にソロ活動に専念し始める。ファーストシングル、Forever Love は UK チャートでリリースされるとすぐに1位を獲得。 デビューアルバム、オープンロードも1位を獲得した。また、2枚目のシングル、ラブ・オント・ウェイトは、マドンナによって作曲され、同曲もチャート1位を獲得。また、ソ・ヘルプ・メガールは、アメリカのチャート、アダルトコンテンポラリーでもトップに上り詰めた。しかし、この曲は、UK チャート1 0位にとどまる。その次のシングルである、オープンロードは、UK チャート7位を記録。その後、 二枚目のアルバム、12 months、11 days をリリースした。テイクザット脱退後、同じくソロ活動を続けていたロビー・ウィリアムズとはよく比べられた。バーローのデビューアルバム、シングルともにチャート1位を記録したが、ウィリアムズのソロ活動はなかなか良い成績を収めることができなかった。またメディアは揃って、バーローの方が、ウィリアムズより金持ちなど、 その当時のバーローとウィリアムズの差を報じることが多かった。しかし、ウィリアムズがエンジェルスを1997年にリリースすると世界中で大ヒットとなり、たちまちバーローは報道機関からは支持されなくなっていった。また、テイクザット時代に音楽的才能に目をつけたメディアはバーローから離れていってしまう。また、ウィリアムズは2002年にリリースしたアルバム、 エスカポロジーに収録された隠しトラックで最後に、ゲイリー・バーローは、どこへ行ったと歌っている。バーローは、ソロ活動の他に作曲家、プロデューサーとして活躍した。デルタ、グッドレムのノット目、ノットアイは、バーローが作詞作曲を担当した。また、アトミック・キトゥン、エルトン・ジョン、ドニー・オズモンド、クリスティーナ・アギレラなどと共に、音楽活動をした。 2009年6月解散から10年後、2006年にイギリスでテイクザットのドキュメンタリー番組が放送された。そして同年にロビー・ウィリアムズを除いた4人でテイクザットとしてのツアーを開始、メンバー全員で試行錯誤して作り上げた再結成後のニューアルバム Beautiful World からのファーストシングル p a t i e は UK チャート1位を獲得した。同曲はブリットアワードで ベストシングルを受賞。2008年には、ブリッドアワードで4部門にノミネート。11月に発売したシングル、グレーテストでは、初週で、UK チャート1位を獲得し、通算11枚目のナンバーワンシングルとなった。再結成から2枚目のアルバムとなる、ザ・サーカスは、イギリス史上最も予約をされた CD となった。アルバムは、発売初週にアルバムチャート1位となり、 発売から4日でプラチナレコードに認定された。2009年に行われたコンサートツアーザサーカスライブは5時間で100万枚以上のチケットを売り上げテイクザット自身が記録していた売り上げを更新することになった。2010年にウィリアムズが正式にテイクザットに復帰再結成前の両者の関係は非常に悪かったが2008年頃から徐々に 関係修復をしていたことを明らかにした。10月に発売されたウィリアムズのベストアルバムに新曲として収録されたデュエット曲シェイムはまさにその事実を証明するものであった。作詞作曲は二人で行い、ミュージックビデオではブロークバックマウンテンのパロディでお互いの過去を茶化した。同年に発売された通算6枚目のアルバムプログレスは1995年以降初めて、 オリジナルメンバーが揃ったアルバムとなった。アルバムは発売初日に23万枚以上を売り上げ、ザ・サーカスで立てた販売速度の記録を更新。このアルバムに基づき行われたコンサートツアープログレスライブはイギリスとアイルランドでの公演チケットが15分間で売り切れ、さらにその間両国内の電話回線を呼びインターネット回線がダウンする事態となった。 過去にバーローから離れていったメディアは現在、これらのテイクザット再結成の前例のない成功は、バーローの才能と、類まれなる指導力によるものであると認めている。解散前に、バーローがダンスを嫌っているのではないかという噂が、ファンやメディアの間で囁かれていた。上記のように、メインボーカルを務めることが多いため必然的に、ダンスをする場面は少なく、ライブインマンチェスターの一曲、 アパッチ2006ではその噂を肯定するようなセリフが含まれている。だが本人は嫌がっているつもりはないことをライブインマンチェスターのメイキングで笑いながら語った。現在はこの噂を逆手に取り、自虐的なパフォーマンスをコンサートツアーで行うことも多い。2000年、ITV のテレビドラマハートビートの放送150回記念でゲストとして出演、ヒッチハイカーを演じ、 俳優に初挑戦した2009年自身のレーベルであるフューチャーレコードをユニバーサルグループの参加で立ち上げたバーローは3年後の2012年12月にフューチャーレコードの閉鎖を発表しレーベルと契約していたアーティストは引き続き親会社であるユニバーサルとの契約を継続した2010年イギリス総選挙の際保守党は スクールスターズという学生間の音楽に対する意識を高める取り組みを掲げ、保守党の支持を公言する。バーローはそのイベントに参加し、グレーテストデーを歌った。2011年5月7日、アメリカ版 X ファクターの審査員を務める。タメ・サイモン・コーエルが、イギリス版の審査委員長を降りるのを受けて新たな審査委員長として出演。ドルジェガッパーラやトム・フォードを着こなし、 同じくファッショナブルな他の出演者たちと一緒にファッション誌でも特集されるほどである。10月に X ファクターの進行上ソーシャルメディアの活用が必要になり、ツイッターを開始、開始2ヶ月で100万人以上にフォローされている。2012年は降りるのではないかと噂されていたが、2013年現在、自身3シーズン目の審査員を務めている。近年は、 チャリティー活動にも精力的であるチャリティ団体コミックリリーフが主催するイベントへの参加や企画協力、結婚10周年を祝うパーティーの参加費の募金、コンサートの売り上げをチャールズ皇太子が創設したザ・プリンス・トラストへ募金するなど数多くの活動をしている。その活動が認められ2012年に行われるエリザベス2世の生誕85周年と 即位60周年を祝うセレモニーの計画を女王自身から打診された。その後正式に BBC と共同でセレモニーの中で行われるコンサートの音楽監督を務めることが決まり、ポール・マッカートニーやエルトン・ジョンなどのミュージシャンたちを束ねることになった。コンサートのためアンドルー・ロイド・ウェバーと合作でテーマ曲、シングを描き下ろし、自身3枚目のシングルとして発売。 全英シングルチャートで、初週は11位であったが、楽曲制作のため世界各地の英国領をめぐる、姿を追ったドキュメンタリー、ゲイリー・バーロー、オン・ハー・マジェスティーズ・サービスの放送後1位を獲得した。バーローにとって、ソロでは2枚目の1位獲得シングルである。このシングルは現時点で2012年で最も売れたシングルであり、また2012年にシングルチャートとアルバムチャートで、 同時に地位を獲得した初のミュージシャンとなった。2012年6月、20年以上にわたる音楽業界での活躍と事前活動により大英帝国勲章のオフィサーに助せられた。2013年6月25日、ハリウッドのプロデューサーであるハーベイ・ワインスタイン制作の新作ミュージカル、ファインディング・ネバーランドで作曲をする契約を結んだことが発表された。バーローは、 ずっとやりたかったことで参加できて光栄です。この仲間との制作を非常に楽しんでおり、この物語が好きです。ハーベー・ワインスタインのような著名な制作者とコラボできるのは素晴らしい都市。ワインスタインはバーローについて世界でも最高の作曲家の一人と語った。二千十四年三月、ビバリーヒルズにあるモンタージュで行われたアカデミー賞、プレパーティーに出席し、 ファインディングネバーランドより自身が作曲した曲を数曲演奏した主役でピーターパンの作者ジェームス・マシュー・バリーの役を演じつつアカデミー賞にノミネートされたドキュメンタリー映画バックコーラスの歌姫たちの出演者4名をバックコーラスにイギリスの著名なミュージカル女優ローラ・ミシェル・ケディとデュエットしたバーローの演奏は好評でファインディングネバーランドの アメリカンレパートリーシアターの公演も成功し、2015年春にはブロードウェイに移行した。2003年の映画、カレンダーガールズを元にしたミュージカルザ・ガールズにおいて、同郷の友人ティム・ファースが脚本を執筆し、バーローが作詞作曲を行い、2017年1月、ロンドンにあるフェニックスシアターで開幕したサンダーランドにて1995年のノーバディエルスターで、 バックダンサーを務めていたドーンと2000年1月12日に結婚。彼女はビューティフルワールドツアーにもダンサーとして参加している。ダニエル・エミリーとデイジーの3人の子供を持つ父親である。2012年2月に4人目の子供をドーンが妊娠中であることを発表した。2012年8月4日、4人目の子供である娘のポピーが死産であったことを発表した。 その直後であるにもかかわらずバーローはテイクザットとして2012年ロンドンオリンピックの閉会式に出演しルールザワールドを歌唱ステージに上る決心をしたこととその精神的強さは高く称賛されたバーローの父コリンは2009年10月15日に71歳で亡くなったが当日はバーローが主催するコンサートを含むチャリティ番組の記者 会見日であったが出席を辞退しチェシャーの実家に戻っている。リバプール FC のサポーターで、You'll Never Walk a がピアノで弾けた初めての曲である。2005年7月7日に起きたロンドン、同時爆破事件の際、爆破の標的とされたエッジウェア、ロード駅発の環状線に乗り合わせていた。2012年6月、バーローとテイクザットのメンバーであるハワード・ドナルドと、 マークオエンを含む1100人もの人々が2600万ポンドを音楽産業に投資していたことが明らかにされた。これは資産家たちによる税金逃れの手段と判断され大きな論争となった。バーローは税金逃れをしたことで告発されるも投資自体は違法なものではなかったため脱税とまで判断されることはなかった。担当弁護士は本人はきちんと税金を支払っており、 投資が税金逃れの手段ではないことを他の人々も信じていると声明を出した。このニュースは OBE 授与直後に報道されたものだったため、一時は勲章剥奪とも言われたが違法行為をしていなかったため不問とされた。詳細は EN ゲイリーバーローディスコグラフィを参照。 take that の作品も参照 certifiedawartsbpi.co.uk リリーブド2012年1月29日 t a k e t h a t b r e a k t i c k e t s a l e s r e c o r d f o r 2 0 0 9 s t a t i u m s h o w s i n t h e n e w s c o u k リリーブド16エプリル2010パーカー サムゲイリーロードウォンテッドバイザクイーン ELEVENUKCELEBRITY.AOL.CO.UK リリーブド15オーガスト2011さあ、ポール・マッカートニーツープレイクイーンダイヤモンド・ジュビリー・ギグ httpwww.bbc コー、UK ニュースエンターテインメントアーツ -16925230BBC ニュース ハット httpwww.bbcuk ニュースエンターテインメントアーツマイナス千八百四十万九千四百六十六。ゲイリー・バーロー、フロム・ザ・クラブ・サーキット・ツーザ・パレス十六十二千十二。ゲイリー・バーロー通行。ライトスコア・フォーファインディング・ネバーランド・ミュージカル。digitalspy.co.uk。二千十四年二月七日閲覧。 ゲイリー・バーロー・セット・ツー・テイクリード・ロール・イン・スペシャル・ハリウッド・パフォーマンス・オブ・ファインディング・ネバーランドデイリー・メール・オンライン。メール・オンライン。2014年9月22日閲覧。ゲイリー,フー・フーテイク・ザット・スター。バーロー・トースト・オブ・ティン・スル・トーン・バット。オプラ・ウィン・フリー・ダズン・ト・ノー・フー・ヒーズ。ミラー。2014年9月22日閲覧。ゲイリー・バーロー・パフォームズ・フォー・ハリウッド・スターズ・アット・プリ。 オスカーパーティー。デジタルスパイ。2014年9月22日閲覧。コックス、ゴードン、ブロードウェイボックスオフィス。ファインディングネバーランドソースインファーストプレビュー。バラエティー。2016年6月18日閲覧。ゲイリーバーローティップファースウェス、カレンダーガールズザムシカルリーズグランドシアター。リリーブド14オクトーバー2017。ハットスファクター S ゲイリーバーローレビールズ。 That he and wife don't are.Expecting the Air Force Child Unreality TV.19 February 2012ケイリー・バーローモーンズ・スティル・ボン・ベビー。04082012閲覧 .httpww.mirror.co.uk 午前3時セレブリティニュースケイリー・バーロートリビューツオンツイッター4オリンピック -1258396 素 マッチリスペクトフォーゲイリー・バーローザ・ワールド・ポステット・トリビューツセレブス・プレイズ・テイクザット・スターズ・ヒ・ーパフォームズ・ワットオリンピック・クロージング・セレモニー・オンリー A ウィーク・アフター・ルージング・ベビー・ポピー・ザ・ミラー13 8 12 http://////standard.co.uk w w w オリンピックオリンピック・ニュースゲイリー・バーローリーズ・アメージング・ショー・フロム take that a week after losing, ドーター -8037,278HTML13,8、80万 8. HTML 13. 8? 12イブニングスタンダード、ゲイリーバーローリーズアメージングショーフロムテイクザット、a week after losing, ドーター、ハットゲイリーバーローデボテット、by.sdeathmalextra.com アップデート、ラストゲイリーバーロー sobe is no problem despite tax avoidance claims Says Street. The h t h e t, t e l e g r a p h h t t t p w w e e l g r a p h UK, OBE special o l n i n g s t r e e despite t t as ゲイリーバーローウィンズンタスウトスタンディングコントリビューションゴング25ジャニュアリー2012 21時25分 GMT エンターテイメント STV TV 2012年1月29日閲覧デジタルスパインタワーズ25.01 12ディ・ア i ギ・アイ・タール・スピ .co.uk 2012年1月29日閲覧プレスアソシエーション Q Hours 24.1011 The Rizalts Are i r g i n Media Music Awards Winners Music Burgin Media 2011年8月15日閲覧 The Rizalts Are i r g i n Media Music Awards Winners Music Burgin Media 2011年8月15日閲覧 Blue Peter Badges 4 Gaylee Barlow Ryan Giggs ザ・デイリーレコード、e c o r 2011年8月15日閲覧ビズアワーズ r 27 27 9. 9、0. d s 2009, ザサン、,http www.z さんこう UK, ソルホムペショービズビザール279万278ビザールアワードウィナーズマイナ -2009 HTML90 ナイン DLSWJJTT ハット ゲイリー・バーロー・ピクチャー2566,199ゲイリー・バーロー g 球面オブ・ザ・イヤー・アワーズ・ヘルド。コンタド・ミューザク、2011年8月15日、閲覧、生ネシャンズ・フ千九1998ブリット・アワーズ。 b b c ニュース、h t t p コロンススララッッシシュュ n e w s b b c c o u k スラッシュ1スラッシュハイスラッシュ uk スラッシュ 46902.stm アバウトフィニッシュミュージックコータリー fmq.fi 2011年8月15日閲覧ありがとうございます